こんにちは。テンバイアカデミー堀秀夫です。ボクシングデーに最も売れた商品という記事がね、オーストラリアの情報サイトの方で載ってましたんで、amazon で、ね、クリスマスとボクシングデーに最も売れた商品は何か、それと、そういう商品ね、扱うときの注意点、まあそもそもね、扱うべきなのかどうなのか、まあその辺についての解説をしていきたいと思います。 ちなみにボクシングデートは、まあ、私もね、はじめんだろうという疑問に思ったんですけど、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ケニア、南アフリカ共和国、香港、トリニダード・トバゴ、ナミビア、ベリーズなど、イギリス前方でよく見られるキリスト教に由来した休日ということだそうです。まあ、クリスマスマの翌日で、 元々は、教会が貧しい人たちのために寄付を募ったクリスマスプレゼントの箱、ボックスを開ける日であったことからボクシングデーと呼ばれるということでね。まあ、えー、アメリカだのね、えー、キリスト教の国に旅行すると、クリスマス前のシーズン、11月の下旬ぐらいからね、 フロントとかあちこちにね、もうクリスマスプレゼント用う,う箱がいっぱい並んでます。まあそれを見てね、あなるほどボクシングでってのはこのことなんだなっての分かりましたけどね。まあ、初めて、えー、オーストラリア行った時はボクシングでなんじゃそらと、なんかすごいね、ボクシングのビッグイベントがあるのかなぐらいに見当違いのこと思ってましたけど、まあもっといボクシングでってのはこのクリスマスのプレゼントの箱のことです。ねこれを開ける人。そして今年の オーストラリアマゾンで売れたもの、ニンテンドースイッチ、やっぱね、えー、日本のゲーム強いですよね。それとそのソフト、スーパースマッシュブラザーズ、ウルティメイト、大乱闘スマッシュブラザーズですね。えー、それから、坊主ズ、ボーズの、えー、クイックコンフォート、ノイズ、えー、キャンセリング付きのワイヤレスヘッドホン、サンディスクのメモリーカード、ね、マーベルのスパイダーマンのおもちゃ。 レゴ、ハリー・ポッターとかスター・ウォーズのセット、ニンテンドー・ニュー 3DS ・ XL、それからアマゾンのデバイスエコードット、ボードゲームのモノポリークレヨンセット、で美容品だとね、えー、このニベアとかスキンとかフォーエローあたりが、えー、売れた、で、本だと、ね、ミシェル・オバマス・ビーカミング、オバマ夫人の自伝。 で、もう一個ね、スコット・ペープス・ザ・ビフォーベアフォート・インベスター2018アップデートとんインベスターって何投資の本と思ってね、調べたらやっぱ投資の本でね、えー、このトラ,ゼんトラペズ戦略を使って収入を倍増する、ね、7万7641ドルを節約しあなたの住宅ローンをほぼ7年間短縮してください あるいはね、ね、えー、きちんとした財務アドバイザーを探す。ね、23歳の誕生日にあなたの子供に14万ドルの小切手を渡す、えー。なぜドネード・えー、ブラッド・マン・リタイアメント,ストレ・ストレートジーを使えば引退するのに100万ドル必要としないんですかというようなねもうガチガチの資産作りの本とそんな本がオーストラリアのベストセラーって意外だなと思ったんですけど。まあ えー、売れてるんですね。資産作りの方日本じゃちょっと考えられないですけど、これがベストセーラーと。で、ファッションだとね、えー、ボンズ、カルバンクライン、トミー・ヒルフィガー、ね、ハンズ、バン・ヒューゼンが売れてる。食品、ティムタム、ね。ティムタム、どこでも売ってるけど、アマゾンでもやっぱ売れてるんだみたいなね。ティムタム、2種のティ,ルティムタムが売れてると。まあ、この辺が、ね、今年のホリディーシーズン。 ボクシングデーに売れた商品。そして、この中でね、まあ、この中でというかもう、もう、この、ここ出てきた全般、ね、まあ、売れた商品、儲かる商品ではないと。まあ、試しに価格比較してみりゃ、えー、分かりますけど、ここに出てきたベストセラーって、多分価格差ないです。多分、多分というかね、価格差はもうないです。日本からオーストラリア持ってって高く売れるということはない。なぜなら、えー、そもそもベストセラーってのは価格敏感商品であると。ね えー、間違って、高く売れても安いの見つけてねあ、全然安くて売ってたじゃんと。返品になる可能性が高いと。ね。まあ、ティムタムは多少高くてもね、えー、1ドル、2ドルの話なんで、高く高いから返品ってのはないでしょうけど、まあ、ね、ゲーム機本体とか、坊主のヘッドホンとかそういう高いものはね、やっぱね、返品食らいます。高く売れたとしても、間違えて売れたとしても返品食らいます。で、そもそも売れないです。で、ライバルも強くて、 えー、多いと。多くて強い。そしてね、えー、まあ、販売代理店が普通に売ってると。メーカーがあるいは輸出してると。ね、あるいは、えー、メーカーでも販売代理店でもなくても、まあ、相当、えー、大量に仕入れる、バッタが売ってる商品とか、そもそもね、バッタが扱えない商品とか、えー、っていうのが多いんで、むしろここに出てきた商品っていうのは、まあ、扱っても儲けにくい、ね、儲からない商品、あるいはね、えー なんかの間違いでね、売れて喜んでたら返品食らっちゃったとかね、えー、実は偽物でしたとか、まあ、偽物疑惑がかかったとかね、えー、販売すべきでないものを売ってたからね、えー、代理店の方から刺されて、アマゾンに働きかけられてアカウント削除されたとか、ま,あ、まずいことになりそうな商品が多いです。まあ、逆にこの辺の商品はね、アメリカアマゾンで扱ったらかなり危険ですね。 まあただ、オーストラリアマゾンはね、まあ、まあ、刺されてアカウント削除までは今のところないですけど、いずれにしてもライバルが多くて儲けにくい商品であることは間違いないと。ね、だから、ベストセラーを追っかけるっていうのはね、まあ、正直、まあ、すごいね、資金があって、まあ、めからね、えー、納品方法はコンテナ、ね、仕入れ先は、えー、メーカー直、あるいは代理店、あるいはバッタやと、まあ、そういうね、えー、でかい取引する人以外は、 まあ、このベストセラーっていうのはね、えー、知ってもあまり意味がないという商品です。これ、ランキング上位も同じことですね。まあ、それ、えー、すごい売れてる商品が儲かる商品ってわけじゃなくて、むしろ儲けにくいというのをね、えー、説明するのにはもう直、えー、この、えー、一番売れた商品のちょうどね、えー、記載があったんで、これ分かりやすいなと思いましたんで、シェアさせていただきましたけど、まあ、残念ながら、儲かる商品ではなく、 逆に儲けにくい商品であると。まあ、中古なんかがね、扱えるようになれば、多少は状況変わる可能性はありますけど、少なくとも新品でベストセーラーというのはね、たくさん売れてる商品っていうのは分かったところで、利益にはしにくいということでね、あまりランキングをないとか、どれがすごい売れるとか、ツールだとかやるよりも、目の前に、目の前で売ってる商品が差額が取れるかどうかと、 いう探し方をした方が、まあ、儲かる商品を探すのは、えー、近道、ね。遠回りのようで近道と。一つ打尽で売れてる商品でね、そこから差額を見つけるというのは、えー、いくらやってもね、売れてる商品から見ていくだけに、ライバルが強い商品、あるいはね、目立つ商品なんで、差額がそもそも取れないという商品が多い,の多いというのをね、えー、分かった上で、まあ、商品探しの参考にしていただければと思います。 売れてる商品そのものとかね、えー、こう見ていくとわかるように、えー、やっぱすんごいたくさん売れてる商品っていうのは、まあ日本やアメリカと比べても変わらないんだなと。ね、ということは、日本、日本で売れていて、まあオーストラリアでね、あんまりない商品っていうのが、まあ価格差が、えー、得やすい商品、取りやすい商品というのがね、えー、逆、逆回りして、逆のアプローチをすると、えー、儲か化商品探しとしては、 ね、そういうベストセラーじゃなくて、えー、日本には普通に売ってるけどオーストラリアじゃあんまり売ってないという商品、ねえー、あんまり入ってきてな、ね、い商品になるのかなというのをね、えー、参考にしていただければと思いますまあ何しろ商品探しにしてはね商品探しっていうのはまあコツを覚えるまではなかなかね、えー、苦労する部分なんでまあ思いついたこととかねチェックしたことあるいは疑問に思ったことあるいは確認したいことまあ何でもね、えー、気楽に相談していただければと思います 以上、天板アカデミー堀秀夫でした。